WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ファルマーストーリーでーす。パタパタン。ベースのマミです。はい、キーボードのシェリーでーす。はい、はい、ボーカルのタキです。はい、ドラムのリンでーす。ギターのルちゃんでーす。はい、鳥ということですごい緊張もしていましたし、もしみんな帰っちゃってたらどうしようとか、みんな疲れて盛り上がらなかったらどうしようとか思ってたんですけど、みんなすごい盛り上がってくれたので、もう1曲目からすごく安心して、そして楽しくライブができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちファンルームストーリーはメンバー5人で、女の子で、みんな個性豊かなメンバーでやってるところが、いいところもあったり悪いところもあったり、でもすごいいいところだらけなんですよ。私はこのメンバーがとっても大好きなんです。ファンルームストーリーはこんな個性豊かな5人で幸せを届けるバンドということをコンセプトに頑張っています。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと前まではロリータファッションとかパンクファッションが好きだったんですけど、最近はバンド、好きなバンドの T シャツを着回すことばっかりしております。はい、はい、キーボードのシェリーです。私は基本的にピンクとか、あとはレースとかチュールだったりとか、なんか結構素材を気にして服を買っていて、衣装もみんな白いんですけど、それぞれ違うデザインのものを選んでいて、私はその中でもオフショル、こういう、なんて言うんだろう、肩出しが好きなので、衣装にもオフショルを採用してみました。はい、はい、ファンルは白い印象なんですけど、普段はロックが好きなので、黒い服とかが好きです。はい。黒い服。はい、ドラムのリンです。私は、スカートとワンピースが多くて、あんまりパンツ履かないんですけど、今年はタイトスカートがお気に入りで結構着てます。はい、ギターのルチャーです。私は衣装もワンピースで、私服もワンピースの率がすごい高いです。あとリボンがとっても大好きで、リボンは自分で作ったりお店で買ったりで、お家にきっと50個ぐらいはリボンコレクションがあるぐらい、ファッションはリボンを取り入れています。イエーイ。山に行きたいです。お散歩がしたいです。それハイキングじゃないの？ハイキング。私がこの夏行ってみたい場所は、みんなで東京に行きたいです。そう、まあ、ランドかシーかはちょっとみんなで桁大喧嘩して、私はジェットコースターとかあんまり乗れないので、そうちょっと海の方だとちょっと怖いなって思ってます。やだやだやだ。でもジェラトーニは可愛いから好き。そんな感じです。はい、はい、行ってみたい場所は、今年の夏はやっぱみんなで、海に行きたいと思います。でも焼けるのちょっと気にしてるんです。衣装が白いからちょっと焦げるとね、黒いのが目立つのでね、ちょっと行きたいけど水着はちょっとなみたいな感じです。はい。はい、私はボーカルのタキさんとも前から言ってたんですけど、キャンプにみんなで行きたいなと思って。そんな話してた？そう、2人でよくしてたの。そう、キャンプに行って火を起こしたりカレーを作ったりしたいです。いいね。私は今まで浴衣とかお祭りに行くときに、浴衣はお母さんのお下がりを着ていたので、今年は実は浴衣を購入したので、浴衣を買ってね、お出かけしたり、みんなで浴衣でライブとかもしてみたいなって思ってます。はい、ファンルームストーリー初めて見たよって方もね、いらっしゃると思うんですけど、今回を機にぜひライブにね、遊びに来てほしいと思います。夏はいろんなところにね、遠征行ったり、あとサーキットイベントとか野外ライブとかね、いろいろあるので、ファンルと楽しい夏を過ごしてほしいと思います。あと9月30日日曜日にファンサンクラブというファンクラブをやってるんですけど、初めてのファンミーティングを行います。で、ファンサンクラブは無料で登録できるので、ぜひ
チェックしてみてください。 LINE アットだよー。はーい、ホームページから LINE アットで登録できるのでお願いしまーす。イエーイ。それではファンルームアストーリーでした。せーの、パタパタ。